なあ、ストリップ行くか。刑事さん。おい、やめろ。ライト下ろせ。なんだ。犯罪の通報です。ああ911にかけろ。あれ、行くぞ。ほっとけ。ああ、ぶち殺してもよかった。カッカすんなって。よく刑事になる。本部長のをしゃぶったんだ。目の前に汚職警官が2人いる。通報するまでもない。あいつからだ。あいつってそこの、うん、バックしろ。どこで番号を調べた？簡単だ。ええ、これもな。その先の店主に聞け。店が火事になった。家族がみんないるときにここが火事になったらどうする？洗うんだよ、他の奴ら見たく。映像のコピーはこれだけ。ああ、よっぽど死にたいらしいな。一体何が狙いだ？巻き上げた金を持ち主に返してほしい。どうして返すんだ？それがみんなにとって最善だからだ。そうか。ああ。いや、こっちにとって最善なのはその腰に重りをつけてミスティック側に捨てることだ。どうだ？名案だ。さっさとやっちまおう。警官は倫理の象徴だな、クズが。くそ。保護と奉仕、法の遵守、正義、忘れたか。お前何者だ。明日中にゆすり取った金を持ち主全員に返して。妙な真似をしたらぶっ殺す。いいな。よし、じゃあゆっくりと。どうなってる。乗り込もう。誰かに見られる。
テスト1234。風刺金全部吐け。やつが誰でいつどこで何をしたか理由も勇気がないなら言わせる。くたばれこの腐ったるや。さっさと言う通りにしろ。死ぬぞ。叫んだカス野郎、さっさと出てけこの腐れ野郎が。てめえこそ死にやがれ。俺を誰だと思う？あ、警察官だぞ、マヌケが。覚えてろよ、絶対。わかった、あげろ。さっさとあげやがれ、クソが。あん？俺はボストン死刑だ。もう時間がない。猶予はやらんぞ。てめえただじゃ済まねえぞ。いいから出せ、早く出せ、早く出せ。出してやるよ。話せば出す。また来る。行くな。邪気なくせが。おい、おい、おい。そのクズ野郎は何者だ？プーシキンに呼ばれてきた新入りだ。プーシキン？プーシキンだ。これはプーシキンの金だ。てめえには関係ねえだろ。ヘッケラー&広報か。こいつか。ああ、信頼のよりどころ。神より銃だ。なんだって？あ、知るかよ。見てもいいか。俺の銃は見たいのか。ああ、銃口は向けるな。おい、おい、よせ。おい、おい、おい、誰か、誰か。Thank you.